さあそれではファイターズガールの方を迎えたトークショーと参りたいと思います。ご紹介しましょう。今日のゲストはファイターズガールの山崎怜真さんです。おはようございます。お願いします。おはようございます。はい、よろしくお願いいたします。大丈夫ですか？風邪ひいたんですか？ちょっと緊張してくしゃみが、緊張でくしゃみが出るなんていうことがあるんですね。はい、今日も頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。僕怜真さんとはそんなにトークをしたことがないイメージがあるんですけど。そうですね、ステージの、MC も1回かだったので、哲也さんとこうおしゃべりさせていただくのは2回目ですかね。はい、あ、これが2回目ということになるんですね。はい、これってそのファイターズガールのパフォーマンスがあって、その後マイクを持つ人っていうのは結構交互に交代交代という感じなんですけど、なんでそんなに喋ってる最中にくしゃみしたりするんですか？そうなんですね、得意体質が出ちゃうのでマイクを持たせてはいけないんじゃないかと、というわけではないんですけど。そんなことはないですよね。なんかこう緊張するからとか、なんかそういうなんか理由はあるんですか？いや、多分ちょっと札幌ドームに来なかったというか、皆さんより数が少なかったんじゃないかな。あー、そっかそっか。はい、怜真さんはファイターズガールとして今何年目なんですか？今1年目です。あ、今年からやってらっしゃるんですね。はい、おいくつでいらっしゃいますか？28です。え、はい、そうなんですか？そうなんです。あ、斉藤佑樹先生。これはちょっと五十嵐亜紀さんにね、僕26か7って言ってしまった人間なんですけど、怜真さんは逆に28には全然見えない。あ、そうですか。うん、ありがとうございます。え、何歳ぐらいに見られます？鈴木さんの合コンのトークみたいな感じになってきて非常に申し訳ないですけれども。いやー、ね、どうでしょう。でもね、まあ、年相応なんじゃないかと自分では思ってたんですけど。もうちょっと若く見えるイメージはありますけどね。皆さんどうです？23歳ぐらいかなと思ってました。いえいえ、ありがとうございます。そうなんですね。嬉しいです。え、はい、ということはファイターズガールになった時は27とか。はい、え、どういう、こうきっかけでまずなろうと思ったんですか？ちょっと家族の転勤でこちらに来ていて、はい、周りに友達もいなくて、まあ、ちょっとこう節目がちに駅の、ま、撮影機の周りを歩いていたら、はい、大先輩である五十嵐亜紀さんのポスターとも惹かれてしまって、あ、ちょっとこれ行ってみたいなみたいな、ここに行きたいと思って応募させていただいたのか。はいはい、例えばその昔から人前で例えば歌うとか踊るとかなんか表現をするみたいなことはやったことあったんですか？そうですね、もともとミュージカルをやっていたので、ダンスはそうですね、勉強はしていたんですけれども。はいはい。で、そうですね、今回受けさせていただいて、また踊るチャンスをいただけて、うん、いやー、これ合格を知った時はどんな気持ちになりました？いやー、もう年もね、年ですし、みんなピチピチしてて、いや可愛いので。それはミキティに対する直接ということでよろしいでしょうか？いや、ミキティは逆に輝いてもう全然違う、もうなんかすごい、なんか外人のことでこうなんかすごいスーパーダンサーみたいな感じのオーラを出してて、あー、はいはいはい、あー、すごいなと。もう年齢を超越した存在、うん、全然、はい、三輪明宏さんのような年齢を超越した存在。神でしたね。うん、神的な存在でした。いや、神的な存在ですよね、ミキティはね、本当にねそうなんですか、今シーズンから、はい、あ、ということは、まあ、同期のファイターズガールももう全然年下になるわけですもんね。そうですね、みんなやっぱり20代前半だったりとか、はい、まあでも20、そうですね、うん、そんな感じですね。そんな感じですね。はい、そんな感じです。すごい強引な締め方をしましたけれどもすいません。じゃあここから、インタビューコーナーということで、はい、ノーコリジョンいきたいと思います。はい、今から10個質問します。はい、はい、ノーコリジョンっていうのはファイターズガールに僕は何でも聞いていいっていうふうに勝手に僕が決めてるんですよだからコリジョンルールは適用されませんよっていうことで、はい、ノーコリジョンという、10問10答のお題に、タイトルになっているんですけれども、はい、今から10個質問しますで1回だけでもコリジョンって言って OK ですから。いいですか？でも、はい、頑張ります。
全部耐えられるように。でも、ね、最近は結構皆さんあの全部答えてくれてるなという感じがしますけれども、はい、ということで、今から10個質問しますので、できるだけ正直に答えていただきたいと思います。わかりました。よろしいでしょうか。はい、はい、まずは第1問です。はい、まず最初は MVP 予想ということで、今日は誰が活躍すると思いますか。高梨ですかね。はい、ごめんなさい、高梨ですか、ね、ちょっと待って、そういうの言うテンションじゃないのにいきなり来たからでもこれ朝こっちがこれ以上適応したくなるくらい朝ちょっと、あずちゃんがめっちゃ喋って、高野あずささん、はい、高梨言ってて、はい、ちょっとこうごめんなさい、取っちゃったあの高野さんが高梨ってずっと言ってたんですか取っちゃいました。それを今奪ってしまったということなんですね。はい、高梨投手、具体的にはどんな活躍をイメージしていますか。いやもう完封で。おお、完封するところを見てみたい。完封するかなと思ってます。いいですね。願ってます。見たいですよね。クライマックスシリーズに向けても、完封勝利を見たいですよね。見たいですね。期待いたしましょう。はい。続いては第2問です。過去一番のレマさんの失敗談。失敗談。はい。ガルでですか。ガルをやって。そうですね。いや、いきなり人生の失敗を語られて重たくなってもそれはそれでちょっと困るので、ファイターズガールとして、ね、まあ、今シーズンからやっていて、はい、やってしまった。ことっていうのは、そうですね、なんか大失敗っていうのはないかなとは思うんですけど、はい、ちょこちょこちょっと振りをこうミスったりとかしてしまってるんじゃないかなと思ってますね。ほう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 、振り、それは指摘されることっていうのはあるんですか。あれ今レマちゃん間違ってたよねっていう。あ、まあそれはお互いにこう注意し合ってるのでみんなで、はい、なんでまあすごい間違えたなと思ったらやっぱり言ってくれるメンバーがいます。おお、そうなんですね。じゃあそんな中で言い方がちょっとこう腹立つなっていう方はどうですか。いやいやいや、ないです、もう自分のミスですから。いや、またまたもうちょっと言い方あるだろうみたいないやでも本当みんな優しくて、はい、もうなんか自分のことのようにこうあったかく言ってくれるので、お成長できるメンバーと一緒にやれてるなとは今思ってます。素晴らしきご飯回答どうもありがとうございますそんな中で、いやもうちょっと言葉を選べっていう方はどなたですか。あ、言葉を選べありがとうねって言ってちょっとトイレ入った時に、はい、みたいな。誰だろうな。便器蹴ったことありません。いや、ないですよ本当に。ないですか、便器蹴ったこと、うん、本当にね。洗面台ですか、じゃあ蹴ったことあるのどこですか。そんなことはないみんな結構じゃあ優しくこう指摘し合うような。そうですね、アドレナリン出たらちょっと言葉が過ぎてしまうこととかありそうじゃないですか。でもやっぱりみんなこう可愛らしい女の子たちなので、はい、そんななんかこうあんたさみたいなそういうのはないです。そういうのは全然ないないですね。ですね。いや、すいません皆さん、今シーズンファイターズガールの真実を暴き出すこと僕はできないです。本当ですよ、皆さんに買わされてしまいました。僕のインタビュー力不足でございます。申し訳ありません。本当にみんないい子なんです。優しいし。そうなんですね。あったかいです。はい、ということで、じゃあ続いて第3問参りましょう。はい、自分の長所。まあ、レマさんが感じる自分の長所。お、なんか長所って聞いたら、なんかみたいなリアクションですけど。いやいや、そりゃもちろんあるでしょうよ。なんでしょう。ね。どうなんだろう。結構テンション高く生きてます。あ、そうそうですね。今はなんか全然そんな感じはしませんけどね。いや、でもね、隠して今のあの高梨がピリピリしてる。そうですね、うん、ちょっと上げていかないといけないですねどういう時にテンション上がります。やっぱりね、ちょっと控室にいる時にね、みんなでねワイワイしてる時ね、すごい、はい、ちょっとおかしいんじゃないかって思われてます。あ、そんなにテンション高い。はい、なんか控室っていうのは当然ながら僕はね行ったことありませんけれどもファイターズガールの方とお話を、まあ、している中で察するには、はい、渡辺キリンちゃんが結構一番こう控室では喋ってるのかなっていうイメージがありますけど、どうなんですか実際。いや、なんか、キリンちゃんも面白いですし、はい、やっぱり
田島の萌実がファンキーすぎて、はいはい、りっちゃんが突っ込むみたいな、あ、りさこちゃんが、あ、アンデンさんが突っ込む、あ、田島萌実さんに、はい、アンデンさんが突っ込む突っ込むみたいな流れがもう面白くてしょうがない。なんか若干そのお笑い芸人さんばりにじゃあ役割が決まっているっていうような、はい、あとあの五十嵐亜紀先輩、はいはい、もう結構萌実落ち着いていて、あ、そうなんですね、はい、それがねすごい面白いんですよ。そんな中でどうなんですか、こう一人で結構うるさいみたいなイメージですか？あ、でも結構萌実とも騒いでるし、あとはやっぱりあずさもうるさいですし、はい、ストレートに言いましたね、うるさいですし、はい、いやでもみんなね個性的だしね、うん、まあ、あ、そっか、そしたら自分のテンション高い、うん、隠れてるかな、どうなんでしょうね、ちょっと次のあずに聞いてみてください。あ、わかりました。次高野さん、あ、そうです、あ、予定なんですね、はい、はい、わかりました。そのあたりの楽屋裏の真相はね、じゃあ、はいはい、高野あずささんに聞いてみたいと思いますので、そうですね、すいません、はい、いえいえいえ、続いて第4問、じゃあ短所、短所は、はい、適当ですね。おお、そうですか、はい、おお、どういう時にそれは感じますか？なんか結構振りの角度とかすごいこだわる子とかもいるんですけど、ええ、なんかその子を見ていて細かいなとか思っちゃったりとかしてる自分が適当人間だなと思っちゃって見習わなきゃいけないなと思ってるんですよね。細かいところまでちゃんとこだわっているそのガールの仲間を見ると、はい、いやすごいストイックだなっていうふうにストイックだなって思って、ちょっと冷静に見てしまう自分がいるそうなんですよ、適当に私生活でも適当なんです、はいはい、ね、大丈夫ですか、マイナスプロモーションにしかなりませんけど、あららら、あ、大丈夫ですでもそれだけ多分あれですよね、はい、Don't think feel ということですよね。あ、そうですね、もう感じて生きてます、あの感性でやっぱりダンスを表現しているみたいなところはあるんですね。え、プライベートで、はい、あのなんかちょっとこれは適当だなって自分で思うところってなんかどういう時なんですか？なんだろう、結構料理とかしてるんですけど、はい、結構こうもなんか分量とかあのなんかもう目分量、目分量、おお、塩ちょっとパッとか適当にやっちゃったり、はい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 、してます。でもそれで今のところうまくいっているから、まあ形にはなってるかな形にはなってるかな、なってるかな。おお、最近した料理はちなみに何でしょうか？最近したのは魚のムニエルかな。おお、ムニエル、うん、ムニエルってどういう状態にするんでしたっけ？食べたことありますけどちょっとあの小麦でこうまぶして、はい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 、お、そういうのもやるんですねあれ適当でいける？いけます、いけます。そうなんですね、パッパって十分クックパッドとか見ないで見ないで、おー、いけちゃうもんなんですね。いけちゃうもんですね。いや、感性が素晴らしいことだと思いますよ、もうね、はい、じゃあ第5問参りましょう、はい、特に仲のいいファイターズガールは誰？これ以上いないから、これ以上にしますか？あ、でもね、これ以上、これ以上、みんな好きだからなみんな好き、まあでも一応特に仲のいいですから、特に、はい、コリーチョン、コリジョン、あ、これ本当に使った。そうなんですね。いやでもね、選べないんですよ、もう。広く浅くってことですね。いやいや、違います違います。あの仕事関係としてドライに付き合っているということでよろしいでしょうか？違いますよ、みんな好きですよ。だっているでしょう。いや、うん、でも、いや、1言ったら2の人がさ、あの2の人がさ、さあ、もう。ちょっとさあみたいになっちゃうから言えないんですよね。そうかそうか、そこはやっぱり順位をつけたくはないですね。はい、ここでじゃあ優しさのコリジョンという、コリ、あ、そうです、もうこれでコリジョンは使いませんからね。わかりました。もうこの後答えていただくということになりますからね。いやー、どうしよう。一応決まった質問ありますけど、はい、ここでコリジョンが使えないのをいいことにハードな質問を僕が変えるということもできるわけなんですからね。もうここから逃げ出しちゃいます。いや全体未聞になりますけどね、はい、じゃあ続いて第6問、もしファンの方にもらえたら嬉しいものは、はい、レマさんは何でしょうか？何でしょうね、やっぱり今あの写真とかいただいていて、あ、やっぱりあの写真が嬉しいっていうファイターズガールの方のコメントはすごく多いですね。あ、そうですか、なのでそれ以外でお願いします
なんでしょう、でも結構出ちゃった回答なんで。あ、そうですか。ぜひそれ以外で、はい、いや、なんか思いが、思いをね、そう込めてくださるものだったら結構何でも嬉しいです、本当に。はいはい、まあ、そんな中で例えば結構今までファイターズガールの方は、はい、本当に生活で欲しているものを生々しく言って、残していた方もいますから、本当に本当にプライベートで今欲しいものなんですか。プライベートで欲しいもの、はい、なんか物欲がなんかあまりなさそうな、なんかね。いやいやいや、そんなことないんですけど。欲にまみれた人生送ってる。もういや、そんなこともないですけど。今度 100% ちょっとっていうことではない。ではない。何欲しいですか。そうですね、なんだろうな、物ですもんね。まあそうですね、ワンちゃん飼いたいんですよね。まさかここで犬って言ってくると思いませんでした。もう一回言いますよ、ファンにもらったら嬉しいもの。そうですよね、ごめんなさい、ファンからいっぱいいただいてもちょっと買いきれない。はい、トイプードルみたいな、ね、そんな風になかなかならないですよ。あ、ちなみに、ね、ワンちゃんを飼いたい。そうですね、なんかこう研修とかは特に好きな研修というのはあるんですか。好きなのは、トイプーとか、はい、アメリカンコッカースパニエル。おー、いいですね、いいですね、はい。今でなんかこうワンちゃんと生活していたことっていうのは あるんですね、はい、もうじゃあ動物の中では飼うんだったら、一緒に生活をするんだったらワンちゃん。ワンちゃん、でもウサギも好きです。あ、そうなんですねこの間あれです、北海道で野ウサギ見たんですよ。おおおお、うん、はいはいはい。でもなんか売ってるウサギとちょっと違って、うん、結構ワイルドで、はいはいはい、結構怖かった。ノウサギですからね。ノウサギ怖かった。それはね、はい、ワンちゃんを飼いたいということで最終的に本当に今欲しいものという感じになりましたけれど、あ、ごめんなさい、欲しいもの、ね、これはファンの方にお願いできないかなというところで、はい、続いて第7問、はい、最近のファイターズの試合で、はい、しびれたプレー。あ、いろいろある中でレマさんが試合を見ていて、いや、あれはもう上がったわっていうね、しびれたわっていうプレーは何でしょうか。たくさんもあるんですけど、いや、これはいろいろありますから、本当に。そうですよね、ホークス戦のね、本当に楊選手 の、はい、ナイスキャッチとかももう ね叫びましたよ、テレビの前で。本当すごかった。叫んじゃった、2戦目は、ね、西川選手も ね、すごい素晴らしい、ダイビングキャッチを見せてくれていましたけれども、さあ打撃なのか守備なのかピッチングなのかっていうところで、最近しびれたプレーっていうのは。いや、ごめんなさい、ちょっと最近じゃないんですけど。あ、まあ、全然ちょっと前の、大丈夫ですか、うんうん、500勝の時の。あ、やっぱりそうなります。はい、はいはいはい、もうあの時、あの時はもうは裏、ガールとして、はい、ガールの待機をしてたんですけれども、はい、もうなんかね、ずっとこう延長とかになってて、うん、もうなんか泣きそうに私たちもなっていて、はい、その時にですよね、延長の段階でもう感極まっていたと。もう結構なんかどうなるのみたいな、はい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 、でもうちょっとうるうるみんなでしてて、うん、でその時に健介選手打ってくださって、はい、で同点みたいな、で最後にレアード選手、はい、もうしびれましたね。しびれました。いや、もうあれはもう名シーンですよね。どんな感じでレマさんは喜びを表現するタイプなんですか。ああ、いうね、劇的なゲームがあった時っていうのは。もうそこにいたガールと抱き合って、もう泣きで今から出るよって言ってんのに。その時抱き合ったガールが、はい、特に仲いいファイターズガールじゃないんですか。いや、みんな仲いいんですよ。あ、みんな仲いい。みんな仲いい。やっぱりそこは注意はつけたくない、うん、つけたくな い, いうことなんですね、はい。続いて第8問まいりましょうもしレマさんがファイターズの試合観戦デートをするとしたら、これも今まで全員に聞いてるんですが、はい、どんな風に楽しみたいですかということで、まあ、今のところ MVP は青山舞なんですけれどもね、イチャイチャしたいという名言が残っておりますけれども、さあ、レマさん、男心をつかみますね、舞はねさすがださあ、レマさん、どうでしょう。いや、どうでしょう。外野からこうワーワーするのもいいなと思うんですけど、はいはいはい、でもちょっとダイヤモンドシート座ってみたいかな。ああ、そうですか。おお、でどんな風に観戦したいですか。いや、もうちょっとクールな感じで。クールな感じ。おお、ね、お酒をちょっと飲みながら、はい、いいよねみたいな今でよかったよねみたいな。その外野でうわー
っていうのもいいんだけど、そうですね、ちょっとおしとやかに。じゃあもう例えばじゃあそのクールに観戦しています、はいはい、クールに観戦している状態で、はい、中田選手が満塁ホームラン打ちました、はいはい、どうやって喜びますか。あーってなります。いや結局なったりしますか。全然クールの感じもないわ今。結局そうなりますよね。結局なっちゃいますね。お酒ちょっとクールに飲んでても、うん、満塁ホームラン出たらもう、ってそうなっちゃいます。なりますよね。なるほどなるほど。お相手のこう、まあ、デートっていうことですから、はいはい、お相手の男性はどんな方を今イメージされていたんですか。あちょっと僕はちょっと結婚してますんでね。あそうですか、残念です。言霊ゼロ。いいですね。好きな有名人とかをイメージするわけですか。そうですね、やっぱりジョージ・クルーニーのような。うそ。あ、まあでも年齢も20代後半でいらっしゃるから。あそうですね、落ち着いた感じがいいですかね。はあ、いやそんな中でも今ジョージ・クルーニー出てくるとは思いませんでしたね。もう渋い感じでお願いしたいかな。好きなんですか。うん、好きです。どの作品のジョージ・クルーニーが好きなんですか。ですね、うん、オーシャンズイレブン。あ、やっぱりオーシャンズシリーズだ、ね、まあ、あれはかっこよすぎました、ね、仕掛け人ですからね。本人がこうプロを集めてっていうね。、はい、こうフィクサー的な感じですからね、はい、僕ねマイレージマイライフっていう映画のジョージ・クルーニーも渋くて結構好きなんですよ、はい、かっこいいです。全然かっこいい話になりましたね。すいません。ジョージ・クルーニーみたいな人と、ダイヤモンドシートでクールに完成をしたいという、はい、山さんでした、はい。第9問もあります、はい。最近の悩み。最近の悩みは、はい、今も感じてるんですけど、ちょっと筋肉痛ですね。はい、筋肉痛です。筋肉痛、はい、おー、はいはいはい。まあ今シーズンからこうやってファイターズガールとしてもう相当ハードなパフォーマンスをしているわけですから、はいはいはい、筋肉痛でちょっと足の裏が痛い。足の裏が痛い。臆することなく言ってしまいましたね。筋肉痛で、いやでもみんなそれはそうなってるんでしょう。そうですね、もう結構みんな満身創痍で、ま、満身創痍で。ああ、それそういう疲れをなんかこう軽減させるためにやってることっていうのは何かあるんですか。まあこの間のお風呂に行きましたね。大きいあのお風呂屋さんに行って。大きいお風呂屋さん。でいきなり中学生みたいな説明になりましたけれども。大きいお風呂屋さん、はい、はい、行ってこうちょっとマッサージしたりして。ああ、はい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 。まあ、そういうケアをしながら今シーズン ねハードなパフォーマンスを見せてくれているということで、いつもありがとうございます本当に、はい。じゃあ最後で10問、はい。今後ファイターズガールとしてやってみたいことは何でしょうか。はい、やってみたいこと、はい、ファイターズガールとして、まあ全国のチアの方と交流していきたいかな。おー、そうですか、はい、それを考えると昨日と一昨日の試合ではね、うんうん、東北ゴールデンエンジェルスの皆さんが、はい、来てくれていましたけれども、どうですか、やっぱり私の方が可愛い。いやいやいや、もう学ぶことしかなくても。あ、本当ですか、はい、またあの選曲もファイターズガールのそれとはちょっと違ってね、すごい新鮮に僕も、ね、見ることができましたけれども、はい、いやセクシーだし、やっぱりその、はい、技術の高さとかにもすごく感銘を受けまして、お、はい、はいはいはい、勉強になりましたので、はい、本当に福岡の方々からも全員、ね、うん、交流させていただきたいなとは思ってるんですね。いろんな人たち、チアの方々と会って、はい、自分をファイターズガールとして高めていきたいっていうのが今後やってみたいこと。そうですね、ガールがやっぱりこうね、どんどん吸収していいチームになっていけたらなっていうふうに思ってます、うんうん、いやこれからもねどん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 取り込んでいただきたいな、吸収していただきたいなというふうに思います。はい、はい、さあ、10問10答はこれでね、終了ということになりますけれども、今日ね、あ、よかったって、それ終わって帰ったと言ってくださいよ。まだちょっとあるから。いや、ぶっ込んだの来たらどうしようかと思って。え、何がですか。いや、ぶっ込まれたらどうしようかなと思って。割と優しめでしたよね。そうです ね、なんか体重とか嫌いって聞かれちゃったらね、どうしようかな。いや、体重は聞きません。収入とか聞くことあるかもしれないけど、体重は聞きませんよ、さすがに。収入もダメですけどね。ちょっとサイン書いてください。はい、今日ファイターズガールこのステージに登場していただいた皆さんのサインボールを、はい、リスナーさんの中から1名の方にプレゼントということで、はい、はい、じゃあマイクちょっと山田さん持っていただいて、はい、
サインはもうだって今シーズンかなり書いてるでしょう。そうですね、そのサインくださいって言ってくださってね、皆さん。これでどれぐらいの時間かけて考えたんですか、自分のサインっていうのは。これはだって今シーズンからじゃないですか、書くようなのは。そうですね、1週間ぐらいですかね。あ、1週間ぐらい、はい、やっぱりああでもない、こうでもないっていう感じで。そうですね、なんかあんまりごてごてすぎても、はい、ね、ちょっとあの書きづらいかなとか、いろいろ考えて。すごい、ハートと文字のバランスが、はい、あ、で野球ボールも入っているという感じで、野球ボールですね、はい、はい、エマさんからサインをいただきました、ありがとうございます。じゃあちょっと後ほどね、またサインをいただいて、はい、プレゼントということになりますね、はい、じゃあ最後に集まっていただいた皆さんに、はい、一言メッセージ、レマさんからお願いいたします。いや、今日はいいお天気で本当に良かったなと思ってます。はい、今日はいきなり校長先生の挨拶みたいな感じになりましたけれども今日いいお天気でね、良かったですね。今日は、はい、高梨投手投げてくれるので、皆さんも熱い応援をよろしくお願いいたします。絶対優勝しましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、ちょっとこう特に応援している選手のナンバー、もしくは曲として聴いてみたいナンバー、はい、リクエストおかけしますが、どの曲にしましょうか。そうですね、私たちガールが踊っている西野カナちゃんの Go for it という曲があるんですけど、はいはい、それ関連で中島の選手の、はい、西野カナさんのナンバーワン、いいですね、はい、60ギダも決めたね、はい、中島拓也選手、はい、ということで西野カナナンバーワンをお送りします、はい、今日の一人目のトークショーのゲストはファイターズガールの山崎怜馬さんでした、はい、どうもありがとうございました。